はいどうもパルフンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツですということでですね、まあ、今節も白熱の J リーグが、えー、ミッドウィーク J1 も J2 もあったということで私は本当、まあ、大忙しのミッドウィーク、ね、ただでさえ今私はね学校の実習中でね忙しいところ30歳超えた男が学校の実習にね、えー でまあへい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 って言ってる中でサッカーの試合も見るというねなかなかハードですけどもねまあね別の動画でも見ましたけど忙しいので動画どうなるかわかんないけどねっては言ってたんですけどもやっぱりね昨日の帰り道の動画でもう正直それでいいかなってもう思ってた節もあるんですけどもあんだけやっぱりね温かいコメントとか、えー、もらうとですね頑張ってやろうじゃないかっていう気持ちになって今、えー、家に 家でで撮っているわけ,ですけど本当ね、えー、本当コメントに今助けられているなという感じがします。本当ね、いろんなこと頑張れるなって、僕は本当、えー、そういう意味では本当ありがたい周りの存在に助けられているなという感じがしました。まだコメント見てはいるんですけどね。えー多分 え帰り道の動画、まだ返信は済んでいないと思いますけど、本当ありがとうございます。ということで,で、すね、まあ、早速いきましょう。まずね、ガンバ裏からいきます。ガンバ裏和1対3ということで、まあ、みんな人生かかってるということで、そうね、やっぱ言いたくなる気持ちも分かります、やっぱり。まあ、あれハンドとはまあ僕は思うんですけどもねうん、ちょっとね、まあ気持ちは分かりますけども、まあ、やっぱりあそこで、ね、いろいろ言っちゃうと、後からまあちょっと問題になったりとか、まあ、今ね、ねマイクで拾われちゃうんで、まあ、気持ちは分かるうんっていうことです。まあ あまりこれに関してはあまりということですけども、まあえー、裏の前節までの変化ということなんですけども、えー、主からこう、こうから主っていうのが非常に日に日をたつごとに良くなっている気がしますね。で、やっぱりね、それができているのは、宇賀神と牧野が大きいのかって、まあ、結局ね、世代交代とか、今、裏は言われてますけども、結局、ベテランに頼っているではまあは現状、思うんですよ。でこの2人がいてまあ連勝をしたんで ここれ自体はねね全然悪いいととじゃないと思うんですよ、ねうん、やっぱりね、若手で、若手を使ってうまくいかないことって正直やっぱりね、世代交代してるチームってあると、えー、思うんですよ。だからね、今は山中、例えば今ちょっと宇賀神がレギュラーに2者連続で出ている宇賀神ですけども、この宇賀神の動きを見て山中は何か学ぶことが、えー、あるとは僕も思います。ずっとね、レイソルとか、えー、マリノスでは攻撃の、まあ、中心というかね、サイドのサイドアタッカーの、まあ、攻撃の柱として、ね、山中は、 頑張ってきましたで、ここに来て裏側に来て守備を求められるようになったということでまあ、ウガジンから学ぶことは多いのかなという感じがしますなので本当に山中にも頑張ってほしいなって思いますしウガジンはねもうサイドバックの守備っていうのはこうやるんだよって、まあ、ウガジンはサイドバックというかずっとウィングバックの選手だったんですけどね、うん、だからそこはねうんそこは山中とウガジンの今激しい争いそこをちょっと期待してみたいですね今後もでやっぱりネガトラポジトラが非常に良くなったっていうのがやっぱりね、うん、主からこうまず主からこうから話すと まず行くとこ行かないとこはっきり。 しているんでですよねで結構まあリトリート気味にねこの試合も構えていくところでプレスをかけるところはっきりしていましたで結構これがねどっちかというとディフェンスラインフォーバックの選手はそんなにプレスに行かなかったかなと、まあ、ラインを整えることにリトリートしてラインをしっかり整えていたでその代わりその代わりボランチのね青,あボランチの青木ベルトンがしっかり食らいついていったりそこ剥がされたときに、えー、橋岡がぐわっと一気に寄せたりとかで橋岡がぐっと寄せると今度はボランチの選手が一歩引いてまあ ディフェンスラインに入るまではいかないんですけどもそこで、ね、しっかり、えー、ラインの近くでプレーをするっていうのは非常にね、ここ効果的にこのローテーションボランチとサイドバッカーボランチとこのディフェンスラインのこの関係性距離感が非常に良、えー、くなってきたって思いますね。んで、えー、あとは、まあ、武藤と杉本の違いになるんですけども、まあ、攻撃の時ですね、まあ、縦パス入って、まあ、武藤も杉本も収めるっていうプレー結構すると思うんですけども何がじゃあ違うのかっていうと武藤の場合は 引くとき、ね、こう引いて受けるときっていうのはサイドアタッカーの選手が高い位置をしっかり取ってるんですね。結局何が言いたいたかというとう 仮に武藤が、ね、2トップの一角の武藤が引いても高い位置に選手が残っている状態になるんですね。ねだからな長さとか、まあ、関根もそうですけどもね、まあ、関根とか長さが、ねまあ、高い位置取れたりとか、ね、高い位置取れてるいいポジションにサイドの選手がいるときに武藤が引いて、自分が引いても前前線には選手がいるという状態にするのが武藤の良さ。で、杉本の,その逆に悪いところになるんですけども、まあ、武藤との違いになるんでね、まあ、そこはあれなんですけども、杉本がまあ悪いところっていうのは、無、ま、役、あ ままああななんだろうなまあむやみって言ったら言い,い方悪いですけどもあそこで今杉本引いて受けてしまったらレオナルドが孤立してしまうよっていう時にえ引いてしまうっていうのがあるんですよねまあでもそれは杉本のまあ献身性それは非常にねいいことだとは思うんですよやっぱりボール引き出す動きとかまあ引いてまあ起点になるとかまあそこは非常にうまいんですけどもただそこの違いは結構大きいかなとまあもう要するには無党が 引く時っていうのは前線にしっかり選手が足りたのを確認して武藤が引くだからレオナルドはえ孤立しないっていうことなんですよねそこはやっぱりえ杉本と武藤の違いであって杉本が学ぶべきとこかなと思いますしあの武藤のゴールもねあのー、しっかりねあのディフェンダー三浦だったかなが足上げるのを待ってシュート打ってるっていうのはやっぱあそこにえ技を感じますねだからね杉本もね僕は好きな選手ですけども今度杉本はね武藤を見て学んでくれっていうとこもあるんですやっぱり僕何回も言ってますけどもサッカー選手っていうのはサッカー選手同じポジションの プレーの選手を見て成長すると僕は思っているのでね、うん、そこはやっぱり、えー、頑張ってほしいなと僕は思います。本当に山中、杉本、いいライバルが出てきたなと僕は思いますよ。はい、で、MVP、西川に関してですけども、まあ、結構やっぱり宇賀神とか、まあ、武藤とか MVP 言われる方が多いんですけど、まあ、僕も武藤と。 宇賀神とかでいい全然いいとは思うんですけども m v b 西川にした理由っていうのは別にこれは何て言うんですかえそこで意外みたいに言われたりとかじゃなくてあの2回ぐらいかなこうディフェンスラインの裏に裏のディフェンスラインの、えー、裏にボールが出て <laughs> であや、えー、くキーパーと1対1のような場面を作られるようなことが何回か。 あったんですねでこれを西川ががしししっかりり飛び出して、えー、クリアすするっていうのがありました、ねまあ、ノイー的な動きですよねでこれを2回ぐらい西川が多分やったと思うんですけどもでそれによってガンバの選手が、まあ、むやみにこうラインの裏を狙うっていうことがなくなったんですね、まあ、これはガンバの選手,と選手からすると僕はいや狙えよって思うんですよね仮に西川が出てくると分かっていてもそこは裏抜けを、まあ、狙ってほしかったんですけどもちょっとそこをね自重ね した場面も何度か あったんですよねなのでそこで結構西川がこう牽制していたっていうのもあるんですやっぱり、うん、なのでそこをそういう意味ではねこの裏抜けまあ何本か裏抜けされるシーンも <laughs> ありましたけどもこう決定機でっていうのはなかったとそんなに思うんですよね、うん、なのでそう裏抜けからのだから <laughs> ピンチを防いだっていうかそれはやっぱ西川の一つのプレーからガンバがちょっとやりづらくなったってのはあると思うので僕はそういう意味で西川を MVP に選ばせてもらいましたも,うもちろん武藤宇賀神とか言われてるところ、ね、レオナルドも5試合連続ですかねそう考えるとまあ、えー、非常に僕はみんな 良かかったのかみんな良かったって言ったらみんないいんですよ、もちろん。はい、まあ、ということで浦和ガンバーでしたね、次ですね、えもう浦和ガンバーでこんな喋ってるの、俺ちょっと喋りすぎたなはい、い次、長崎・千葉ですね、えー、長崎・千葉なんですけども、ちょっとスコア変えてませんけど、2対0ということでしてね、まあ,あの大竹が入ることで生まれる変化ということなんですけども、結構ね、長崎のやっぱり攻撃がうまくいかないときっていうのは、やっぱ最近見ていて、共通点っていうのは食いつくパスが出せないんですね。こう相手が、ね、思わず食いついいつてしまうようよな緩いパスって だけどしっかり長崎の選手に通るみたいなねこうギリギリの際どいパスっていうのがなかなか出ないシーンがありました例えばこれね大竹とか非常にこれ上手いんですね大竹からそのパス カットされるんじゃねえかっていうぐらいの相手が食いついてくるパスだけども味方がちゃんと収めてくれるみたいなえそして相手が相手選手が食いついてきて空いたスペースをうまく使っていくみたいなねこう相手をこう,なんだろうな食いつかせるようなパス斜めのパスっていうのはやっぱ大竹入れるのはやっぱ職人技に近いなと思いましたねなので本当ね大竹の生まれる変化ってそういうのがあるかなと本当ねなかなかね分かりづらいんですよねまあ見る人によっては大竹のパス危ねえなって相手にカットされちゃうよっていうね 人によってそういうパスになるんですけどもねただやっぱりそういう意味ではやっぱり大竹の,そのパスっていうのは今日は効果的だったなと僕は思いますあのゴールも本当素晴らしかったですゃ本当ね、まあ、長崎の選手いい争いができていると僕は思いますルアンもね<え>なんだろう、ね、ルアンもやっぱね コンンディション不良とか序列が低いとかまあ言われてはいるんですけどもただやっぱりね確かにみんなルアンに期待したくなる気持ちはわかるんですけどもただやっぱりねルアンを上回るぐらいいろんな選手がちょっと良くなってきている本当今この試合で大竹がわりかし右サイドのレギュラー取ったんじゃないかなとまあ右というかまあサイドのレギュラーを取ったんじゃなかろうかと個人的には。 え思っているんですけどもねさあどうだっていう感じが、えー、しますけども、はい、でまあ佐藤久そのもんということでこれもさっきねまあちょっと裏のところで語ったのとちょっと似るんですけども本当佐藤久の あのー、ゴールへの嗅覚っていうのはすごいですね、まあ、もちろん得点2はこの試合つながっていないんですけど何度かねあそこにやっぱりっと走り込んでくるかっていうところにいるんですよねで今、えー、今節スタメンだとソロモンねソロモンほんと桜川ソロモン非常にいいですねもう忘れる格といっても、えー、いいぐらいの感じがするんですけどもただねやっぱりね何だろうまだちょっと自分の体に頼っているというか。 まあいつか本当僕も話そうと思ってたことなんですけど三國、まあ、ケネディ・イブスのフォワード起用ともそうなんですけどもやっぱり日本でプレーしているソロモンみたいな高さのある選手がなかなか、ねえー、代表で活躍できない世界で活躍できないっていうものの一つとしてはやっぱりこの体格の良さだけで、えー、駆け引きなしで幼少時代、有数時代を過ごしているってあると思うんですよね。でまあ 最近は日本人のディフェンダーの選手も背の高い選手がいるんで,そ,うでもそんなにねこうフィジカルだけで高さだけで勝負してれば点が入るみたいな状況。 ってユース世代でもなかなかまあ減ってはきているみたいなんですけどもまだまだちょっとね自分の体だけで勝負しているかなとそういう意味で佐藤一里のこの動きっていうのをソロモンが学べる今いい機会と思うんで本当この佐藤一里っていうねサッカーの日本 J リーグの歴史に名を残す男とプレーができるこのソロモン非常に幸せに感じてそこは吸収してほしいなと僕は思いますねはいで次大宮北九州1対4この衝撃はすごかったですねあのいや2点取れとは言うたけどということでまあ プレビュー動画でね、今年の大宮はなかなか2点目が入らないから、2点取れればまあ勝てるよっていうことは言ったんですけども、まさ、あ、かのね、前半で3点取るとは、いや、2点取れとは言うたけどみたいな感じが、えー、しますね、3点もかっていうことで、まあ、ゴール見て試合もバット振り返りは、あバットっていうか見たんですけど、ねまあ試合見ました、見たんですけども、これといってね、なんだろう。 いつもの北九州と同じことやってるというか、うん、なんか特別なことをやってきた感はないんで当たり前に強いのかなって感じが。 正直してきたぐらいなんで、すよねであの先生でのシーンもあそこにやっぱりね、ディサルあそこにねたまたまだよっていつもいます、いつも言うけどそこにいるのが偉い、そこのボールがこぼれてくるところにいるのが偉いんで僕はね、あそこにいたディサルはもう素直に褒めるべき100点のゴールかなと僕は思いますね。ん,んで、えー、ちょっと喋り疲れてきたけども、まあ、その後も結構、荒垣選手のゴールとかもねそうなんですけども、ちょっと正直大宮の選手の寄せが甘いかなと、これは実況解説の方も言ってたんですけども、やっぱレフティーの荒垣選手 選手に対ししててあそこでちょっっとコース開けてしまったのはちょっと問題かなという感じが、えー、します正直、うん、ただ、荒垣選手のゴールも、えー、素晴らしかったで、その後の、まあえー、ディサロ選手とかね、あの活躍でも永田もゴールを決めましたよね、本当、そういう意味では本当いろんなポジションの選手がゴールを取れた、そういう意味では、うん、北九州というのは勝ち以上に得たものが大きいかなという感じがしますね。本当 でもディサのもそろそろ和製イン印ーギーって呼ばれてもいいのかなっていうぐらい、本、え、当、ー、狭いとこでのプレー、ゴールの嗅覚っていうのがすごいなと思いますね。6戦連発ですもんね。で、どこが止めるのかっていうことなんですけども、まあ正直ね、止めた後が大事なんですけども、まあでも、一つ言うと、ね大宮に勝った、徳島に勝った、でも負けるときは負けるんです、これね。うん、北九州のサポータータってかもうさ がならも分かってるとは思うんですすけけけど負負るるはサッカーは負けるんですでも大事なのは負けたあとそして負けるまでどれだけ価値を勝ちを得れるかっていうのが大事でしてそういう意味では今北九州は結果内容すべてがベストになりつつありますで北九州も本当ずっと複数得点決めているので正直そこ連勝連勝連勝7連勝ディサローみたいな、ね、感じで注目されてるんですけどもスコアを見ると本当もうなんだろうなもう J1 進出ででできるよねねぐらいの1球のスコアなんです、ね、でやっぱりね大宮との一戦っていうのは本当大事だったのはやっぱり大宮がゲーム数が少ないということでまあこれをどう取るかということでまあ大宮に実質3ポイント入ってるよって取るのか まあそこのトリオなんですけども僕はまあ結構 ACL とか J1 の試合は見ていて ACL とかの関係で暫定順位というのが結構まあ多いんですけどもその時にまあ消化の少ないチームっていうのは勝ち点3入ってるっていう状態で考えるんですよね、うん、なので大宮も勝ち点3が入ってるという状態で僕は試合をまあずっとまあ今シーズントータルでは見ているんですけども逆に言うと1試合消化の少ない大宮にこの上位にいる北九州が勝てたっていうのはそれはそれは本当に大きいなと ゲーム差をね広げれたということでまあ本当にね仮に大宮がねその勝ち点3をあの消化時無償化時のアビスパに取ったとしてもさらに差がまだねあるということでそこという意味でも順位的な意味でもこれは大きい勝ちだったなと思いますねさあいつまで続くかということで最後えー、ちょっと早口できましたけどまあ福岡水戸ということでもう福岡水戸に関してはね一つです頑張りすぎということをですね何をお前はいっい てるんだとあのレビューする男がこれかっていうことなんですけどもあのほんと頑張りすぎだなっていう感じがします、まあ、なんまあ言いたいことはいっぱいあるんですよまあ、決定機決めろとか前半のうち1点2点取れたよねっていうのは言いたいんですけどもあのやっぱり今の福岡のサッカーっていうのはカウンターサッカーというか、まあえー、高い位置で奪ってカウンターなんですけどもこの試合に関してはね三笘 さんがね結構ボールを持たたせてくれた前半、特にボールを持たせてくれたのでどうなるのかなと思ったら結構、ゴール前でのアイ,エアイディアも豊富で、うん、そういう意味では今までとはまたちょっと違う工夫が見られた試合ではあったんですけどもじゃあいざカウンターに入ったときにどうなるかっていうとみんなゴール一直線なんですねもう猫まっしぐらみたいな感じでねでもこれってねでもしょうがないっていうかあの,東のね東の選手もそう、当屋選手もそう、ジョークはまあちょっと違うかもしれませんけど石津もそう。 なこ,れなこの選手たちの共通点っていうのはボールを持った縦に仕掛けれる選手なんですね。でどん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 ん縦にあの侵入できる、これは福岡のカウンターサッカーにまさしく適した選手、石津とか東野、東野、この辺の選手、まあ、控えめ菊池選手とか、えー、本当、ね、素晴らしく福岡のサッカーにマッチしてるんですけども、まあ、みんな見事にタイプが同じなんですね。駆け引ききががででないいいんですね何が言いたいかっていうと本当にこの カウンターのうまい選手がいるチームっていうのは例えば自分がトップスピードでゴールに一直線で迎えたとしても周りの上がりを待つっていうためが作れる選手が多いそれだけねゴール前っていうかボール持った時に冷静にボールを運べる選手が多いんですけども,もう福岡の選手っていうのは本当ドリブルうまいスピードもある。 あのカウンターに適してるってそこは本当素晴らしい、ね、身体能力非常に高い選手多いんですけどもいかんせん周りの上がりを待てないというかもう自分でドリブルで運んでしまうから。 味方攻攻撃を揃う前に攻め切ってしまう、まあ、これも一つの考え方でこれを良しとする考えもあるんですね少ない、えー、タッチ数でゴールを狙うっていうのは非常にいいんですけどもただ今の福岡の選手がじゃあ一人でゴールを決めれるかってとそうじゃないじゃないですかものすごく失礼なこと言いましたよ僕、うん、ものすごく失礼なこと言いましたけども一人でボールを持ち上がって決めれる選手ってそんなに今福岡 いいいないと僕は思っているんですねだから得点不足と思っているんですよね。ならば少しためを作って周りをこう周りの上がりを待つとか1つでもいい2つでもいいためを作るって大事なんですけどもいかんせんこれができるファンマーがいないのが今ちょっとこの試合に関してはちょっと大きかったかなとやっぱりファンマーがいるとボールが収まるんでカウンターに入った時に周りの上がりを待てるんですよね。良、う、く、ん、も悪くもファンマーってまあそんなドリブルでガン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 いくシーンもあるんですけどもね、うん、どっちかでためを作るのが上手い選手。 なんですあのファンマって、改めて数字見てみると、確かにね、J2 で2桁ゴールとか、まあ、普通に決めちゃってはいるんですけども、じゃあ、爆発的に、ね、点が取れる、決定機の高い選手かっていうと、そうでもなくて、ですねどっちかっていうと、実は周りを使ったりするのがうまいんです、ね、ポストプレーっていうのが本当うまい選手で、そこが結構、カウンターするチーム、カウンター陣に行きたりするんですよ。で、うん、でもそれががきないいいっていうのが厳しい、まあ ファーマーが点が取れてないからスタメンじゃないっていうのは分かるんですけど、にしてもちょっと今、カウンター向きの選手が多すぎるかなっていう感じがします。うんそこがちょっと一つの問題っていうのと、まあ、ちょっとバックパスが多いかなっていうのもまあ正直ある。ちょっとチャレンジパスがもうちょっと欲しいかなっていうのも、えー、あります。ただやっぱりね、うん、この頑張りすぎ問題、うん、本当みんな走ってるなって思うんです。本当走ってるなって言うんですけども、うーんよくサッカーで走ればね、こうなんだ評価されるみたいな、えー、とこがあるんですけども、ちょっとね、走るにもちょっと工夫がいるかなって 感じが僕はしているんですよね、うん、本当、カウンターに入って少しまあ自分がドリブルする前にちょっと全体を落ち着かせるってもありかなと思いますただやっぱりねカウンターの精度って非常に高いんでね、福岡は。うん、本当 うん手数をかけずにカウンターでゴール決めれば一番いいんですけども、まあ、どうやっても今決まらない状態なのでそこはやっぱりね、まあ、例えばカウンター時とか守備攻撃の時のポジションを変えるとか、えー、ボールを持った時に選手にどう他の選手がサポートに行くかとかそういうところも含めてちょっと考えていかないといけないのかと思いましたね。 まあ振り返りということでやってきました。本、え、当、ー、ね、えー、ちょっと18分も喋るつもりなかったんですけどもね、うん、ちょっと最後の福岡のちょっと厳しいことを頑張りすぎて何なん,なんだよみたいな、ね、えこと言われるかもしれませんけども、まあでもね、僕も頑張り、僕は頑張りすぎないように頑張っていこうと思います。はい、ということで、以上、パフプンで J リーグサッカーチャンネルの2つでした。また明日やんなきゃいけないのか、これは。<あ>うんということで、やっていこうかなとまあ試合に行ってみながら思います。はい、以上、さよなら。